どうも、メカズキです。メカニックトイズの重装型機械衛兵砂漠仕様ってやつ。パッケージはスリーブになってる。豪華か。重機感あふれる見た目がツボる。中身はこんな感じ。60分の1サイズなのでダイアクロンと同じ大きさ。付属する武器は2種類。弾倉を装着。塗装やマーキングがかなり細かい。銃口も開いてるし、造形もすんばらしい。ナイフの塗装も綺麗。本体はこんな感じ。脚部にダイキャストが使われてるからずっしりと重みがあなたの所有感を満たしてくれます。膝アーマーを取り付け、バックパックを装着。ナイフはここ、ポッチを手のくぼみに取り付け、持ち、コクピットにフィギュアを乗せられる。コクピットハッチはロックとかないけど、カパカパはしない。決してヒロイックではないけど、かっこいいやんけ。肩はピンで接続。ダモンで前後に可動あり。水平方向にはこんぐらい上がる。ロールは腕の付け根と肘の上の2箇所あり。肘は二重関節。手首はボールジョイント接続。指3本のうち2本が可動。腰にロール軸。可動範囲はパーツが干渉するのでこんぐらいかな。ぐるっと回る必要性ないしな。股関節のスライドギミックとかはないけど、可動を邪魔するものもないし、よう動く。膝はこんぐらい。ただふくらはぎのアーマーが開くので、ここ開けばもうちょっと曲がる。思い切ったデザインだよね。アーマーの中の造形はなし。足首はボールジョイント。前後分割可動はない。足裏には何か追加武装が取り付けられそうな穴。これ想像していた以上にしっかりしていて、めちゃんこ遊びやすい。関節は固めで、いろんなポーズをつけてもしっかり保持できる。この手のフィギュアが好きなやからにはたまんねえな。そこを12機タリックドムが全滅だと、可動範囲が広くていろんなポーズが取れるから触ってて楽しい。脚部のダイキャストで安定感アップしてるのも見た目が好みなら買って損はない。いいフィギュアだね。このシリーズ他のやつも出てるから買ってみようかな。よかったらコメントとかチャンネル登録していただくと頑張れちゃったりするのでお願いします。では。